好きかどうかが会ってない時に考えてる時間の長さで決まるなら間違いなくそうで、お店の人に感じいいなとか歩幅合わせてくれるなとか、ポイントカードだったらもうとっくに溜まってて、次は絶対告白しようって、終電までに告白しようって決めて、花束みたいな恋をした。終電まで残り8時間。ここから雰囲気を変えていこう。